皆さんこんにちは、しだる TV 石井亮介です。本日はコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。ありがとうございます。何にもない系、はい、今日はこちらでございます、はい、前からずっとやりたかったんですけど、ピンの G410LSTK と見せかけて見せかけて、分かってるよそれは僕だって分かってるさ、はい、レベ、ナイスボール、ほら、シャフトといえば、はい、フジクラ、ウラハイトデザイン、はい、三菱ケミカル、はい、UST マミヤ、はい、とあるじゃないですか、はい、でも他にも、なんていうかな、まあ、自シャフトって言っていいのかな、いろいろあるんですよ、はい、世の中にたくさんシャフトがね、はい、まあ、その中でも僕の一押しのループをちょっと紹介しようかな、進化グラファイトさん、うん、ループは OEM じゃないの、自社工場で作ってるの、あの伝説の巻職人がいらっしゃる、そう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 、橋本さんっていうすご腕の、もうめちゃめちゃメジャーを取ってるようなね、あのシャフトの名人がいて、まあめちゃめちゃいいシャフト作られてるので、ちょっと言ってみようじゃないかという。でヘッドはそれ僕の G410LST で、まあ、完全に俺の私物セッティングですよね、まあ、そう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 、はい、でもそれあれ用だったの、あの G425LST 用だったの、あの初版の事情で410、初版の事情で410で、はい、それはループの中でもプロトタイプ LX というものです。 LX LX、ね、60g 台後半シャフトでどっちかってちょっと重い感じなのかな、すごいんですよ、こうほらデザインの場合橋本って名前書いてる、おお、そうなんです、あの巻職人の橋本さんという方が作られてるシャフト、あの雑誌とかでこう巻いてるお姿を見たことがあります、あ本当だから、そんなにメディアでには出てないと思う、はい、まあ、ダイジェストと僕は昔ちょっと雑誌取り上げましたけど、 LX は割と重量感のある、ループの中では重量感のあるシャフトなのかな、急にこれだってこのシャフト小山さん最初に組んだのも結構前じゃないですか、そんなことないよね、去年 G4254 にだってラウンドの時何回か見てる気がする、うん、それあそうかもそうかもそうかも、うん、G425 がエースになりかけてた時に使ってたシャフトだから、うん、スペックは分からんよ、だけど何もね書いてないはずで、確かループって、あ S だよ、 S60g 台の S だよ、うん、S とか X とかっていうその記載がここにはないんですよ、本当だね、うん、S です、はい、うん、SX か S かで迷って S にしました、このモデル僕打ったことないんで全く分かんない、結構でもしっかり感があるなっていうのと、少しなんとなく手元が少しこう動くのかなぐらいの感じしか分かんないですけど、うん、まあとりあえず打ってみましょう、うん、ね、なんじゃこりゃって感じですね、まあ僕ちゃんのヘッドのせいもあるけどね、すごいこうボーダマチックで、ちょっと待って、なんでそういうこういいものを持ってるんですかおかしくない、目利きが確かだから早く言ってっていいじゃないですかこれ、うん、ヘッドも基本当たりヘッドを使ってるからさ、これは僕はあれですか、終わり撮影終わり次第辻ガイトさんに連絡する系ですか辻ガイトさん、うわぁ、これやっぱり G410 ならではの球だよね、425じゃ出ない、まあ、ウェイト真ん中とドローとこうなんか、あ余計なそんなところにあのフォーカスしなくていいから6g6g、うん、6g でちょっと分散させて、いや分散ですよね、多分、うん、気にしないで、うん、ナイスボール、いやすごい振りやすいですよ、
そんな、でもなんか僕ループってもっと走るイメージが強かったんですけど、そんな別に、ね、あの慌ったらしく危なっかしく走る感じもなく、やっぱり結構素直にここから戻ってくるだけでも、なんかなんとなくこの辺ちょっとです、そんなに極端でもないけど少ししなり感じるかなぐらい。基本はやっぱり仕事をしてくれるシャフトがやっぱり多いループは、はい、あとは高弾性シートをの素材使いに、うん、のうまさに特徴があるかな。でそれはどっちかというとループの中で動かないシャフトで、うん、ちょっと手元寄りのしなりちょっとあるかなっ、割とこっち側で、まあ、あの急加速っていうよりは自然のところに乗ってくるぐらいの感じです。でも中間の張りみたいなのはちょっとあるでしょ、はい、でもまあでも S なんですか、そんなに硬すぎもなく柔らかすぎもなく、振動数測ったらそんなに硬くないんだけど、なんていうかな、張り感はある。それはねやっぱり素材使いもあると思いますよ。へえ、なんか面白い、振りやすいですよ。でなんとなく少し捕まるなって雰囲気を感じつつ、でシャフトってまあ個体差がつきものなんですけど、精度が鬼高いっていうぶどまりがすごい悪いらしいけど、あのシャフトの精度にこだわるスタジオ CJ の山崎さんが検品いらないぐらいいいって言ってた。まあ、それどのくらいすごいのかちょっと伝わりにくいけど、めちゃめちゃこだわって精度の高いものを作られてる。いいじゃん。振るとね、ちょっと負けちゃうかもね。でも結構思い切り振ってもこんなシャフトが負ける感じがしないん でスピンもそんな増えないし。あ、いいじゃん数字。 X で振ったら石さんちょっとハマるかもね。ちょっと負けちゃったな。なんか振りたくなっちゃうの。でもなんかこれからまだ撮影あるのに。そうだね。あー何そのエラー、やめて。ちょっとクイックなのが特徴なんですよ。純正シャフトがダラーンとするんだったらループはすごくこうリッチにクイックに動くよね。なんスピン増えちゃった。じゃあ次はこれを打ってもらいます。はい、結構ループ持ってるんですね。うん、 LT って書いてある。ちょっとモニター価格でこう購入させていただいてます。そうなの、うん、いいな。でも良くないとさいらないからね。うん、それはね、LT ライトニング&サンダーボルトの略で、プロトタイプ LT というシャフトです。ライトニングサンダーボルトライトニング&サンダーボルト、閃光のごとく走るシャフト。あ、じゃあ今の LX がちょっと抑えめだとしたらこれはもうプワーいくと行くシャフト。それまで 60g 台の S で、はい、60g 台と言いながら 59g です。でこれは結構ちょっとあの今の LX と比べたらちょっとだけこう緩さがあるというか動く感じはします。それは思い切って46インチにしてみました。長くしても結構いいんだよね。それは GBB エピックフォージドというですね、これマーク金井さん絶賛のやつですね。そう、マークさん4本持ってるらしいよ。あまりにマーク金井が褒めるから俺も買っちゃった。それは近年では珍しい遠藤切削所 OEM だという噂があります。ちょっと石段が打つスピン多いかな。ちょっと今抑えめにスピードは落として打ってますけど、うん、いや、あの今 LX を打った後なんで、逆にこれはもう本当にヒュッてここに瞬間移動じゃないけど戻ってくる感じがします。でもその戻ってくるこう奇跡というかイメージがブレが全然なくてチュワッって返ってくるんで、あの振ってる限りはそんなに違和感はないです。動くシャフトなんだけど安心して叩けるチップサイドの素直な動き、ループでしか味わえない分厚いインパクトと書いてある。へえ。いや、浮くって分かれば抑えることはできますね。すごい、ちょっとダウンブローになっちゃったけど、まあまあでもまあそれヘッドも10度だし、確か
いや全然石井さんが打つにはちょっとスピン多いかもしれないけど、な長尺、まあ、46にしていてこのこう加速感がありつつでも全然こうよれたりぶれたりする感じがなくてパッと戻ってくるんでいいでしょ、これ面白い、いいでしょ、これ昨今 の、 あのローカルルール対策で46インチなんですか。いやいや、たまたま46にしたらその後ルールが来た。さすが先見の明が、うん、あんまこんな話したくないけど井戸木浩輝さんが全米プロシニア勝った時に橋本さんが作ったシャフト使ってる。で、あれも長尺でしょ、走って間に合ってでも厚く当たる長尺なのよ。でも左にはいかない、いかない、いかない、そういうノウハウをやっぱお持ちなのよね。面白い、これ面白いでしょ、いいでしょ。これ全力で振ってしまうとどうなるんですか。全力で振ったら吹き上がるんじゃないかな。あ、巻いちゃった、俺用に作ってるからさ。そんな渋さ、うん、うわー初速早っ、おーいいじゃん、なんかもうちょいいける気がする。折ったり割ったりしたらごめんなさい。やめて、やめて。っていうぐらい、いや持った感じがすごい軽く感じます。そんなにこう 60g 台って言われてもそんな。そのヘッドがまたバランスがいいんですよ。50ヘッドスピード。行った。おっ。惜しいね。いやいや。まだある、他にも撮影あるからもういいよ。あ、そう。もういい。50出るっていうことは、やっぱりちょっといつもよりあのシャフト長くしてるから、はい、ヘッドスピードアップ効果があるんだと思うよ。いや、でも振りやすいですよ、うん。逆にこれヘッドスピードちょっと遅く打ちましょうか。なんか小山さんっぽい球。本当だね。本当だね。なんか小山さんっぽい。まあ、ミートリーズはちょっとあれだけど。いやいや。スピンはもうちょっと減ってほしいけど、ちょっとプッシュアウト気味な感じで、あ、でもダウンブローだ、もっとアッパーに行かないと。なんかアッパーに行けない。なんかあんなにアッパー打ってるの3度なんだ、はい、これなんで6度とか7度とかなのかね。アッパーに打ってるのに対してスピンが減らないっていう、ね、ロフトも増えてるから。うわあ、ドヒール。エッジじゃないんだから。ちょっともうちょっとゆっくり打ってもらいます。例えば40ぐらいのつもりで打ってみてくださいよ。40ぐらいのつもりで。いやー、いい感じ。42.3。うん。早いね、自分の体感もっと遅いです。だからやっぱり出るんですよ、走るの、うん、体感今38ぐらいの感覚で打ってます。ほら、フジクラとかグラファイトデザインとかマミヤとか三菱はちょっといろいろあるけど、なんかそのメーカーによって、あ、なんかグラファイトデザインっぽいとかって特徴がちょっとあるじゃないですか、うん、ループっぽい特徴感じます。でもその LX と LT が全然違うので、あ、全然違うぽいって言われても、ただ今こう下ろしてくる切り返しのこのここでの速度感と安定感というかブレない感じみたいなものは今2本打てて共通して感じるので、だよね、うん、そこがやっぱりなんか味噌なんだと、レシピなんだと思う、素材使いの。だ全然これ長尺なんですけど、長尺っていうかあの軽くて長い感じなんですけど、別にそんな感じはしないし、でもっとすごい軽く感じるの、これなんか女子プロとかでもね、なんかちらほら使ってる人がいるみたいよ。なんかほら、あの Facebook は一応あのお友達になってるんで、あ、辻垣さんと使われてるあの女子プロの写真とかはまあただ見るんですけど、ものすごいこう芯があるって言うと変だけどね、なんかこうちゃんとここにピタッと戻ってくる、そういうあの芯があってピタッと戻ってきてブレない感じはどちらも共通で、で LX の方が僕の中ではまあ
LT よりちょっとしっかり感があるっていうか、叩いても大丈夫そうな雰囲気があり、ちょっと手元クイッとしなるけど、そこから先はレールに乗った方もどこか安定して降りてくる、まあ、結構スピード感も感じるけど、まあ、かといって乱暴な感じ、コントロールできない感じはしない、とてもこう振ってて気持ちのいいシャフトだなと思います。 LT は不思議なほど軽く感じて、まあ、それこそ 50g とか 40g みたいな、軽いシャフトを打ってるのかななんて感じさせるぐらいのこうワッグルした感じだったんですけど、でも全然軽さもその嫌な意味じゃなくて、で振ってて振りやすいし、まあ、バランスいいクラブに、まあ、これそのものが仕上がっちゃってるとは思うんですけど、で先が走るっていうプワーってくる感じもそこまではしない、でもピタッとここに戻ってくるような、張り付くような、タイヤがこう地面をピタッと捉えていてこうぶれない安定感みたいなものの、でも加速感みたいな、いわゆるちょっとこういい感じの高級車のこうスポーツカーの加速感みたいなものを感じて、まあ、でも軽いんで、これの重量級はまたあったら面白いんだろうなと思うんですけど、まあ、これはこれで、軽快なスピード感を感じられる、でもピタッと安定して張り付いてる感じ、こっちはもうちょっとこう自分が力を入れてって打っていってもいい感じがする、でもどちらも共通して切り返したそのインパクトまでのところがものすごいこう揃う不思議な感じのするシャフトだと思います。石井さんはね、もうちょっとハードなやつがあるといいって言ってたけど、どっちかってこれ 50g 台とかもうちょっとライトウェイトの軽量級のシャフトでやっぱすごいいいのがあるじゃん。動いて仕事してくれるんだけど追随性もあってみたいなシャフトがあって、だからどっちかというとヘッドスピード遅めの人とかにも、むしろそういう人たちにこうなんていうんですか、活躍してくれるシャフトが多分ラインナップ多いんだろうなって、ああ、ある人はねベンタスブラックを使ってればいいんだよまあそれは冗談だけどさ、はい、そんな感じで仕事してくれるシャフトだなと思う、はい、とても打ちやすいと思います。うん、ありがとうございました。